はいどうも、ウキシです。UFC4 をまたやっていきたいと思います。今回もイベント、続きやっていきたいと思います。現在ですね、俺のライジンということでね、全8試合の、イベントを、開催しております。毎日ですね、1試合ずつということで、ずっとね、先週から、やってきたんですけれども、いよいよ今日は、ラスト、メインイベント、堀口恭司選手対、ファン・アーチュレット選手、ライジンチャンピオン対、ブラトール、チャンピオンバンタム級ですね、タイトルマッチという風な形で、やっていきたいという風に思います。これまでですね、全試合、再生リストがありますので、最初から、見ていただける方はですね、ぜひ最初から見ていただければと思います。本当に今回イベントやって、すごい良かったなっていうのと、もうめちゃくちゃ面白い試合ばっかりだったので、ぜひね、最初から見ていただければなというふうに思います。はい。で、一応、初めて見ていただける方はですね、僕は、いつも UFC4 というゲームで、日本でね、活躍する選手を、自分で、ちょっと似た選手を作成してですね、UFC4 で遊ぶというふうなことをやっております。で、今回は、イベントをね、こういうふうにして、自分でこう見たいカードっていうのをね、作成をして、全8試合、最後のメインイベントにつなぐというふうな感じでやってきたんですけども、アンダーカードからメインカード本当に盛り上がって、ついに今日はメインイベントになりますんでね、楽しみに、見ていきたいと思います。どんな結果になるのか、アーチュレッタ選手が勝つかもしれないですし、堀口恭司選手が勝つかもしれないか、これはもう分かんないんですけどね、でも楽しみに、やっていきたいと思います。はい、ということで、楽しみに、見ていきましょう。じゃあ早速試合やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、残念ながらね、毎回なんですけどね、最初の1試合以外はもう入場がないんですよね。はい、でも楽しみに見ていきたいと思います。はい、ということで、1ラウンド目からね、さあどうなるのか、堀口恭司選手対ファン・アーチュレッタ。お互いね、何でもできるタイプだと思うんですけど ね、堀口選手も、ね、今みたいにちょっとタイクダウン取りに行ったりとかっていうこともできるので、そのあたりね、どういう感じになるのか。うまいですね、ナイス膝ですね。ナイス膝、おお強い、おお、いやーしつこいですね。おわー、ナイスタックル。あー、ちょっと倒れないですね。おい、ナイス。堀選手、やっぱりディフェンス力すごい高いんですよね、このゲーム、キャラクター的に。結構ね、いろんな打撃をかわしたりもできるし、何でもできるっていう感じですよね。ただ、結構この試合、テイクダウン取りに行ってますよね、珍しく。やっぱりちょっとその相手の苦手なところで攻めようっていうのがあるんでしょうね。でも相手レスリングはね、もともと選手でもある。うわー、ナイスコンビネーション。うわー、強いですね。うわー、今ちょっとテイクダウンも見せつつでしたね。うわー、ナイスカウンター。おーっと、変則のキックでしたね。ちょっと、ナイス。ちょっとカウンターの膝が今怖かったですね。こういう蹴りが嫌ですね。ナイス膝。ナイス。オーバーハンドですね。パンチ素晴らしいですね。うわー、ナイスカウンター。さあ、ここまでは、
まあどうですかね、お互いいいところが、おわー、ナイスタックル、すごいパワーだいやー倒しに行きましたね。さあパウンド強いですよね。さあ立ってよし寝てよし、うわー返されましたね。下からもめちゃめちゃ強い打撃打てそうですもんね。ああちょっと逆にこう下から打ってますね。起き上がろうとしてるのをちょっと防いでる感じしますね。うわー決めに行った、すげえマジっすか。いやこれはでも脱出されるかな。あーうわこれ逆にカウンター、あーでも余裕で脱出ですね。あーさすが、いやちょっとグラウンドの技術でトリュー選手勝ってますね。うわー強い、最初からねやっぱこのタックルをかなり言ってましたからね。こういうプランがあったんですね。ああ相手は起き上がれない。さあスタンドに行って、おーっと最後ちょっと変則のキックを食らってしまいましたね。いやーでもいい勝負ですね。いやすごいタックルすごいテイクダウンでしたね。これ変則の、いやーねこういうのをねもらわないと思うんですけどね本来は。まあでもどうですかね、あのコントロールしてましたよね1ラウンド。わあ今のね同じような打撃がもらえますね。でもああいう1ギガあると怖いですよね。こう変則的な蹴り、ああこういうのがね嫌なんですよね。うわナイスタックル、おわ強い。さあ、うわー完全にロックしましたね。あかけそうですね、もう。うわーこれはここからどう攻めていくか。うわーいいですね、嫌な攻撃を。強い。さあちょくちょく打撃を与えてますね。わもう完全に塩漬け状態にしてます。あー行きますね、サブミッションで。いやこれ決まりそうじゃないですか、削って削って。
あ、行きそうですねこれ。うわいったまさかの決め技。いやー堀木選手ね、キャラクター的にもね結構打撃ガンガン行くタイプのキャラになってるんですけど、今回なんか徹底してテイクダウン言ってましたね。いやーやっぱね勝ちに行ってましたね。いやーすごい。いやーちょっと待ってください。はい、ということでなんと堀口選手一本勝ち。いやでもメインイベントとして最後ね、ちゃんとね勝ちましたね。ビシッと締めてくれましたね。そういう意味ではそういう意味では最後ちゃんとねビシッと締めてくれましたね。そういう意味では。いやーちょっと予想してたね展開とは違いましたけど、素晴らしい。やっぱさすがですね、最後しっかり勝ってくれました。さあチャンピオンベルト UFC ですけどいや素晴らしい最後ね、イベントをビシッと締めてくれましたね。まあ、打撃もねやっぱり勝負には言ってましたけどね、結構危ないこう蹴り技とかもあったりしたので、そこをねしっかり最後一本決めて勝つというところで、いやー面白かったですね。はい、ということで最後は、堀口恭司選手がしっかり締めて、くれて、一旦ね終わりました。まあ2ラウンド、2分19秒、一本勝ちということで、最後は堀口選手の勝利ということで、このイベントがね、一旦終わったというような感じになっております。いやー、まあ、全8試合、やってですね、なんかこう盛り上げるところが本当にみんなが盛り上げてくれたなっていう風な感じでしたね。まあその予想が外れたカードももちろんありましたけど、なんかしっかりこう勝つところを勝ってくれて、盛り上げてくれたっていう感じでもあったので、なんかすごいこう楽しいイベントになったなっていうような感じがしますね。でやっぱりこういう試合ってまあもちろんこうその試合しか見れないというか、ゲームやってたらねそのままもう過去の試合を振り返ったりできないんですけど、こういう風に動画でね、撮っておくとね、また自分でもこう最初の試合からこう見ることができるっていうのはすごい嬉しいなっていうふうに思うぐらいすごいイベントだったなっていうふうに思いますね。で、まあ試合のね、パフォーマンスオブザナイトは、金太郎選手対、マネルケープ選手ね、 KO すごかったですね。金太郎選手の圧倒的なオーバーハンドでの KO 半端じゃなかったですね。一瞬でしたしね。でファイトオブザナイトは天心選手対武尊選手、これもいいですよね。なんかなんかね2人の激闘が最後までね3ラウンドギリギリまでね、なったっていう風な感じでしたけど、まあとまあパフォーマンスオブザナイトで、まあ堀口恭司選手のね、ところだったということで、サブミッションはね、まあでもパフォーマンスオブザナイトで言うとちょっと柴田選手に僕はやっぱりあげたいですよね。もう本当に最高でしたね。あんな興奮したのは久々でしたね。はい、ということで、まあ今日でね一旦もうイベント終わりたいと思います。またね、次回もまあパワーアップしたイベントができたらなというふうに思いますし、今度はねバンタム級のトーナメントとかもやっていきたいなというふうに思ってますんでね、ぜひ、UC4 が好きな方も、まあ格闘技が単純に好きな方とかもですね、まあよかったらまあ見ていただければというふうに思いますんで、また面白かったなという方はチャンネル登録高評価もお待ちしております。おります噛みましたね。おります今後ともねよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。